巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また豊穣の頃にお授けしましょう。受け取れ。それは。お主に渡してくれと書かれていた。ありがとうございます。受け取ります。どうした？私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。いただきます。どうした？いいえ、ただ甘くて幸せなのです。すみません、おこまた。さようなら、巫女の忍びよ、あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。そなた、なぜ戻られた？私も、小太郎さんも、ただ無心にここにありたいのです。どうか静かにお帰りくださいませ。どうした？巫女様たちも、ありがとうと言っている。みな可愛い子たちじゃ。私はあの方たちを失いたくない。けれど、流飲をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれるのですね。いいえ、皆、あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい、巫女の忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。オチの巫女たちか。はい、それであなたにお伝えしたいことがあります。流飲を断つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。流飲を返す？そうです。流飲は故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの。あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとするものが絶えぬのでしょう。流飲や流飲に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かなことを
知る者は。先方商人ならば、あるいは。それは誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは果たしていいかほどか。体内くぐりのうちにこもっています。巫女の忍びよ。なんだ。これは伏し立ちとはまた異なる道。故に無理にとは申しません。もし流飲を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。巫女の忍びよ、もし流飲を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。あのお方は体内くぐりのうちにこもっています。
巫女の忍びよ。もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど、蛇垣というものを二つ喰らえば流飲の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば流飲を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主、しかと読んだのだな。もちろんです。ん、私は越智の巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば二つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば二つの蛇垣をお持ちください。巫女の忍びよ、流飲を返す蛇垣、柿のように行かれるのですね。ぜひまたいらしてください。さてと、おかげさんで野暮用は済んだ。ぼちぼち阿修羅の城にでも戻るとするかね。ああ、ところでよ、分かってるかもしれねえが、阿修羅は今ずいぶんきな臭いことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ。おめえも気をつけな。ご供養いかがかね。入りなさんな。古いお社があるばかりの蛇神様の住処じゃて。それに
蛇神様に飲まれちまったら我らの供養もできぬからの。シャたちにご冥福あれ。
巫女の忍びよ。二つの蛇垣を手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに垣とはよく申したものですね。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は流飲をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。
忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。よう旦那、また商いが必要かね。
ああ旦那、アシナの城に行くのなら注意しろよ。おかしな奴らがいよいよ大量に入り込んでいやがる。ナイフがため、アシナ一心は怖いが、いい加減しびれも切れてきたってとこだろうさ。そろそろアシナも潮時かね。じゃあな旦那。狼殿もいらしたのですね。私は仏を彫る音を聞くのが好きで、時折ここを訪ねるのです。狼殿、ではまた。お前さんも来たのか。わしは仏を彫るので忙しいんじゃがな。わしが惚れるのは金に見えではな。また少将、ナイフの軍が来ている。そうそう、相も変わらず奪うことが好きな連中じゃ。炎はまだ消えませんか。エマよ、何度聞いても変わりやしない。いくら仏を彫ろうとも偏差の炎は消せぬ。こうしとごめんがせいぜいや。少将、何じゃ。もしその時が来たならば、せめて私は。私は仏を彫るまで忙しい。